1月31日、炎症ルート最後の拠点、南軍防衛の第一線、ゴール面に飛翔を翻える。この攻略戦にあたっての皇軍の労苦は言語に絶するものがあり、対ビルマ国境のガガタル山脈をより、薬案の時炎熱を犯し、人も会話の密林地帯に排敵を吸墜、数日間にわたって地通り、不眠不休の強行作戦を敢行しました。部落に入れば、ビルマ住民の皇軍に示す行為は意外に大きく、彼らは喜んで機銃の手入れに、痛いけな子供は水筒に水を汲むなど、将兵の疲れをねぎらうという歓待ぶり。中には自転車のタイヤに空気を入れてくれる住民もあります。さらに回送する敵を吸墜してサルビン下半に到達、川を渡って逃げ行く敵船目を挙げて12砲火を浴びせれば砲弾は見事命中する。